アフメトジャン・カスイミは、ウイグル人の革命運動家。東トルキスタン共和国の政治指導者。1914年に、新疆省のグルジャ市で生まれる。ソビエト連邦領のカザフスタンで、初等教育を終えた後、1936年に、モスクワの東方勤労者共産主義大学に入学。1942年に卒業して、ソ連共産党に入党し、 コミンテルンで活動し、ロシア風にカシモフと名乗るようになる。入党の際、カスイミは鉄の男として共産主義に邁進すると述べたという。その後、コミンテルンのメンバー11人と共に新疆に戻り、カスイミは単独でチョチェク氏に潜伏して活動するが、1943年に生成祭によって、 革命運動の罪で逮捕され、ウルムチ市の収容所に移送され強制労働に従事した。新疆省連合政府1944年10月に釈放されると、グルジャに向かい、11月12日に第二次東トルキスタン共和国の国家、評議会議員に任命された。ただし、カスイミ自身は、リジヘ変には参加していなかった。東トルキスタン共和国主席には、 イマウムのアリハーアン・トラが就任し、保守的なイスラム主義政権が形成された。1945年2月頃からトラの秘書官を務め、才能を認められて4月に共和国軍事長長に任命された。また、親疎派のメンバーで構成される東トルキスタンというく、軽民族解放委員会の主席を務めていた。9月に東トルキスタン軍はウルムチ市に侵攻するが、 10月に入ると、ヨシフ・スターリンの命令で、国民政府と和平交渉を行うことになり、カスイミが交渉を担当することになった。1946年6月12日に、和平合意が締結されたが、和平に反対していたトラは、和平合意の6日後に、ソ連領内に拉致され、和平交渉を通して、政治的に台頭したカスイミが、東トルキスタン政府主席となった。 南京で蒋介石と会談するカスイミ交渉の結果、東トルキスタン共和国と新疆省政府の合同による新疆省連合政府の発足が合意され、中国国民党の超おさむ中を商政府主席にアフメトジャンを副主席にする人事が行われた。しかし、カスイミは東トルキスタンの独立を求め、新疆省連合政府に否定的な立場を示し、 連合政府からの分離を求め、代表団を率いて南京を訪問し、交渉に臨むが不調に終わっている。1947年5月に、オサム中が小政府主席を辞任し、公認に国民党右派のウイグル人、マスードサブリが就任すると、新疆省連合政府は分裂し、カスイミタチ東トルキスタン政府のメンバーは8月12日に、 グルジャに戻り産区経済委員会を称した。カスイミたちの死亡を公表する新京政府1949年、国境内戦が中国共産党の優勢で推移すると、ソ連は8月22日に、グルジャ副領事、ワシーリー・ボリソフを通してカスイミたち、東トルキスタン政府幹部に対して、今後の方針を決めるためソ連政府幹部と緊急会談を行うことを指示した。 会談の結果、カスイミたちは、毛沢東の調整に応じて、北京の政治協商会議に向かうことを決め、8月24日に、カスイミ、アブドゥルギリム・アバサオフ、デレリカン・スグルバヨフ、イスハクベグ・モノノフ、ラシラ政府幹部11人は、アルマトイの飛行場から北京に向かった。8月27日、カスイミたちの乗った飛行機がソ連領空で消息を立ち、 首脳部を失った東トルキスタン政府は混乱に陥った。9月3日にソ連は残留していた政府幹部のセープディンエズイズイにカスイミたちが乗った飛行機がバイカル湖周辺で墜落したと報告した。エズイズイは幹部二人と共に列車で北京に向かい政治協商会議に参加し中国共産党政権への合流を表明した。 カスイミの死亡は中国人民解放軍による新疆進行が完了する12月上旬まで公表されなかった。中華人民共和国では東トルキスタン共和国は反国民政府運動の一部である三区革命として位置づけられており、カスイミも革命歴史として評価されている。1950年にソ連から返還されたカスイミらの遺体は現在でもグルジャ市内の イリサンク革命列士陵園に埋葬されている。毛沢東は政治協商会議の席上でカスイミたちの死を嘆き、埋葬の際には毛沢東直筆の革命への貢献を称賛した石碑が置かれた。1945年1月にグルジャ出身のマヒヌル・カスイミと結婚し、数おかずめを設ける。マヒヌルは2011年に夫、 アフメトジャンについての回顧録を出版している。マヒヌルは中国共産党に入党し、1952年にはグルジャ市長に就任した。彼女は全国人民代表大会常務委員会委員や中華全国婦女連合会副主席を歴任し、子供や女性の権利を訴える活動家として知られている。ありがとうございます。